トムリトンです。今回はフロストのホロサイトが強すぎるということについてやっていきたいと思います。これいきなり最近になってホロサイトがフロストに追加されたんだけど、これ驚愕する能力が隠されてて、それが何かっていうと、つけてるだけで反動が感じられなくなるんですよ。いやもうここ最近なんか怪しいダイエット器具をみんなに売りつけてるような感覚がして、もう罪悪感がすごかったんだけど、でもこれなぜ反動がないのかっていうね、理由を今回は説明できるので、皆さんにお話ししていきたいと思います。で、あと、さらに、ホロサイトをつけてるだけで、ダイエット効果もあるんですよ。なんかみんななんやかんや言ってこれも信じそうだな。ここまで来たら何でもありだな。まあでもね、これなんでね、このホロサイト反動を感じられなくなるかっていうとね、ホロサイトになんか4つのなんか棒が生えてんのよ。なんかちょっと乳首みたいなやつがなんか生えてるんだけど、それがなんかヘッドラインが保ちやすくなるし、なんか他のサイトよりもね、なんつうの、平行感覚が保てて、でしかもね、枠が薄いから打ちやすいんだよ。いやこれはねちょっとね見ててほしい。かなりバキバキに戦えるんで、いやバキバキ陽キャになって戦えるんで。であとね、俺がサンライズにフロストマットを引いた理由はなぜブルーバーじゃないかっていうとね、人を傷ついちゃうから。あれはブルーバーに仕掛けて傷つく人がいるから。だから俺は仕掛けないよ。俺優しい子だから。あの防弾カメラを仕掛けてね、ああやってほら感じないだろ。あ待って、初めてこんな危ない。俺はねこうやってカメラを壊そうとしてくるやつをね、台に乗ってマット踏んで死ぬやつをカメラで見てウキャウキャ言うバカッター戦術やるから。何よ何よ、ちょっとぐらい私に注射ぐらいくれたっていいじゃない。私になってちょうだい。おーあーダメ、もう見えてきた見えてきた。ああ桜の木見えてきた。ああお花見しなくていいなこれ。ほらやっぱこのホロサイトつけてると壁の向こうも見えるようになるんですよ。いやこれガチ、これガチじゃない。ちょっと待って、これやばい、これまずいね。だけど反動が感じられなくなるのはガチだね。やべえよ、この陰キャ戦法と陽キャ戦法、もう陽と陰往復しすぎて俺陰陽師になっちまうよ。やべえこれマジで、マジこれ陽キャと陰キャ往復しすぎてやばい。これもう陰陽師マジでなるこれ。いや陰陽師になりたい方はフロスト使ってください。あやだ、もうやめなさい。もう俺ね動画の最初の方に本当に言うの忘れてたんだけど、この動画の最後に大会のクリップ載せます。これぜひ見てください。俺が真面目にもう勝ちに行くゲームをしてる、珍しく e スポーツ本気でやってるシーンがね、もうそこには詰まってるんで、もうぜひね見てってください。あれこの人なんか芸人みたいな人とかね勘違いされてるんで、もうぜひね見てください。ただね罠にかかる男じゃないんで本当に見てください。なんかねみんながね SNS にかっこいいクリップ載せてると思うんだけど、もう俺のこのイケメンのクリップみたいなクリップとは何か、もうそれをね考えさせられる動画なんで。いや俺もねトーナメントクリップもうシャープ931ベストオブメルトンっていうのをね見せるんで、もうプロゲーマー様の日々クリップをねみんなに見せつけてやるよ。いや俺がねクリップとは何か本当にねそれをね分からせる動画なんでぜひ見てってください。まあねちょっとふざけて言っちゃったんだけど、俺本当にこういう大会シーンってなかなかなくて、1ヶ月に1回あるかないかだから、もうぜひ見てほしい。俺が本気で取り組んだファンいるんでマジで見てください。本気で俺もねこのゲームをやってるんで、レインボー 6CG ガチ勢っていうのをね見せつけるためのクリップなんで、俺 CG ガチってるんでマジで本気でやばい、マジでガチで本気でワンタップ。おいそういうことだよ、分かったか、本気のワンタップだぞ。いや今日は約ワンタップとか言わないから。いや今日はねもう嘘縛りしてる。嘘縛りって言ったら全部嘘だ。本当のことを縛りにしてる。これガチ。いやーなんだか最近都合がいいな。おい強くね。いやマジで大会終えたから最強かもしれない。おい幸せマジで幸せマジ幸せぶねーほんとね。いやこういうね死に方学べたわ。いやいい学びこれは。とにかくね今日俺の言った戦術は全部成功させるつもりなんで、いやうちじゃないやります確定で。とにかくねフロストなんてもう苦しんでる人をカメラで映しながらニタニタ笑うバカッターみたいなね存在なんで、お見せしますよ。ディスってるわけではございません。とにかくね最強の技なんで、これやり方簡単だからだからカメラを高いとこに置いといて、そのカメラを起動しながら周りにマット引くだけだから。よし、俺はもう決まってんの、ここに置くって決まってっから。マジで意外とここ刺さる。あとね、最近なんかね、みんなにね、もう前の動画か、1個前の動画で言われたんだけど、なんか俺がなんかその1個前の動画で、俺なんか最近実況するとき喉インジャーするから乾燥機つけてるんですよみたいな話したら、なんかそれだったら喉がもっと乾燥しますよ、もしかして脳みそインジャーしたんですかみたいな、俺の脳みそが負傷してるまでね、なんかそんなことディスられて言われたんだけど、いやみんなね違うんだって。もう説明しよう、また解説するんだけど、乾燥機、洗濯物なんじゃん、あれを乾燥させてるとめっちゃ湿気が出てくるんだよ。でその湿気を吸って生きてんだよ。わかるか。おっしゃ、いやバカじゃない、いやフロストマット引っかかるやつは頭がいい。君は頭が良すぎた。そういうこと、カメラ認識が取られすぎた。待って、なんで死んだ。 HP30、 あでも俺45だから。お前頭が悪いな。マットに引っかかんないやつは頭が悪い。そう、俺はねそういうことなんだよ。加湿器と乾燥機の違いはさすがに俺でもわかる。あれこれなんか右にいない？違うか、もう音反響しててわかんないわ。いやマジでこのシールドありがてえ、置き方が神。これ、ね、置いてくれると向こうと打ち合えるし、通路来たら打ち合えるし。ほら来いよお前ら、マット壊しやがってよ。特にビアードお前許さないからな。いや俺と違う人種なら、いや俺は別に罠かかんないぞ、俺は頭がいい子でも罠かかるっていうのはね、頭が良すぎる証拠なんで分かってください皆さん。ナイス。待って、1キロもらっちゃうよ俺。いいよいいよ、もらっちゃう、アラビアンエディションでもらっちゃう。こんなすげえフラバンタクじゃん。ああ、なんか下打ちみたいになっちゃった。バッドマナー先輩みたいになっちゃった。別にそういうことじゃない。え、この人お尻にハートがある。牛に今見た。いや動体視力良すぎて見つけた今。俺ね今ね録画1回停止したんだけどね、それなんでかっていうとね、ここ実は草むらの上に防弾カメラを仕掛けると実は確定1キルなんですよっていう動画をね撮ろうと思ったらね、なんと修正で草むらの中にね、なんつうの、フロストマットが仕掛けらんなくなってたんですよ。もう都合のいいこと言おうと思ったのに、なんだか最近都合がいいななんて思ったのに最悪だよ。あでもね一つ見つけたのが娯楽会だっけ、あ違う、図書会あるじゃん。図書会談っていうなんか NE 側の階段があるんだけど、そっちの階段の草むらはねまだ生きてた。だからそこに仕掛けた防弾カメラ露骨に置いてかかってこいお前ら。いやもう本当に泣いた。もうねこんな喋って俺フロスマット置けないとかもう俺ダメだと思ってもう泣いてたのに、こんなんじゃ俺もう動画が撮れないよなんて思ったけど、いた。そうあいつのいるとこに防弾カメラとフロスマット引いてくから草むらの中に。お鼻にんにくごときに俺ら負けねえからよお前。リロードアローリいいのか、5枚にいるな。えなんか俺の左側にある防弾カメラめっちゃありがてえんだけど。え、この柱ね、意外とバレない。ゴマドに味方がいるってなったら、どうせその廊下にはいないだろうってなる。素直に来い、お前。あ、いい子だ、いい子だよ、いい子だよ、もう可愛いよ、もうおじさん好きもう。いいぞ、いいぞ、防弾カメラ働いてんぞ。いや、もうこの反動のなさよ、これ。いや、俺の防弾カメラまだ生きてんじゃん。なんでだよ、踏んでくれよ、頼むよ。もうとにかくね、これ、なんだっけ、このゴマドをね、逆に使えるんで、頼む、ロビー来てくれ。このロビー飛び降りできるから。2秒以内にね、飛び降りられるのね、ここもあるからね。なんかね、このオフィスにこもってて、廊下詰められて、うわ、まずい、こんなん終わるってなったら、こっちから行くんだよ。これ。あ、待って、キャッスル剤で終わる、俺が。やばい、もう俺のなんか、シャムチャームめっちゃ光ってる。どうしよう、めっちゃホラーゲームみたいになってた。え、帰る、俺も。いやもう大腸探検おじさんのキャッスルがどこにいんのこれ、なんか上くせえぞ。ナイス。はいということでね、もう適当になんかフロストマットとね防弾カメラ仕掛けたりすればもう最強です。おほらコロコロサイトよりあれだろ、なんかウインナーみたいな長いだろ、やってください。手前2番ねテルミねアッシュ。った。もう一人いる。お前置いてから行け。やった。二人やった。最強。主人公補正来た。俺イーストから飛び出すわ。赤。目潰れる。パルスね。惜しいね。待ってね。いい？いい投げるよ。はい。マエストラやったよ。待って投げるよ。俺が行く先。オッケーお願いします。オメラ。うっせー。チンギ生えてきた顔からマジで。